ボスゴリラとザコゴリラ。テストステロン値の高いボスゴリラは堂々として女性を複数抱え、反対にザコゴリラはテストステロン値が低くてメスゴリラをゲットできず、ボスゴリラがセックスしてる中オナニーをしてたらしい。臆病で自信がなくてメンタルが弱くて弱い生き方をして、ボスゴリラを目の前にするとすぐに避ける。自分が生きったらボスゴリラに殺される。そういう風な恐怖に怯えた生き方をしてるから、これは実際人間社会でも起きてるってこと。正面からクソでかいやつがこうやって歩いてきたら、お前道譲らない、視線そらさない、怯えない、どう、動物的な本能、もしくは自分より実績ある人、自分より明らかにオーラが違う人、動物的な本能が避けようとするんだね。俺ら男ですらこういう風に本能でテストステロン値が高い人間を上に見て、テストステロン値の低い人を下に見る、そういう風な特性があるってことは、間違いなく女性はもっとそれに対して敏感だね。実際にゴリラの世界に何が起きてたかっていうと、このボスゴリラがその集落にいたメスゴリラを全て支配してた。でその中のこぼれ玉を準ボスゴリラ、2軍の存在がこぼれ玉を拾う。でそのこぼれ玉を3軍が拾う。で4軍のザコゴリラは恥で女にしてた。でもこれが実際に人間社会でも今起きてること。トップ 1% の男が好きなように女性を選び、そのこぼれ玉をトップ 20% が拾う。でそのこぼれ玉、太った女とかブスな女とかレベルの低い女をこぼれ玉と拾う。4軍に関してはもはや認識すらされない。女性に男としてすら見られない。厳しい現実なんだって。社会的地位よ。